put it in there. Yeah, you gotta go on his outside. Keep going right in with the hit.現在カメラが捉えていますのが人気者ダニー・ロメロです。アメリカの選手、現在の WBO の世界バンタム級1位にランキングされています。これはバンタム級ノンタイトル10回戦、アメリカ・ニューヨークはマジソン・スキャー・ガーデンよりご覧いただいています。ご覧の映像、そして立ち上がりましたのがサウスポーのラタナチャイ・ソー・オラピンです。タイの選手、これよりバンタム級のタイトルマッチ、ノンタイトル戦をご案内してまいります。ラウンドは第5ラウンドに入りました。右のパンチを放ってきました。黒のトランクスを履いていますのがダニー・ロメロです。両者ともおよそ10ヶ月相手の今回の試合ということになります。まあ、ダニー・ロメロは皆さんおなじみかと思います。ラタナチャイ・ソー・オラピン、こちらは原さん、ラタナポンの、兄弟なんですよね。そうですね、元 IBF ミニマム級チャンピオンの、ラタナポンのお兄さんということですよね、はい、ただこのラタナチャイ自身もですね、マーク・ジョンソンと世界戦をやった経験もありますので、はい、そういった意味では実力のあるところはもうすでに証明してますよね、はい、ラウンド序盤で、先ほど皆さんにはご覧いただけない映像で見ていましたら、どうやらラタナチャイの方がカットしているようです。目のあたりをカットしています。このアッパーを突き上げています。白のトランクスを履いていますがラタナチャイ・ソー・オラビ29歳になっています。浜さん、このラタナチャイというのはボクシング的にはどういう選手なんでしょう。まあ、やっぱりタイの選手らしくっていうんですかね、まあ、柔らかいところありますよね、はい、それとやっぱりここがニューヨークということでやっぱり力入ってますね。やっぱりね、打ち込まれた場合にはもう諦めてしまうかなと思ったところありましたけどね、そこぐらいがやっぱり一踏ん張りして、前に出ようという気持ちが残ってますからね。左ナッパーダニー・ロメロ、フロントランクスがダニー・ロメロ。ダニー・ロメロはキッド・ダイナマイトという異名を持っています。ファイタータイプです。これがダニー・ロメロ。一方のラタナチャイはこれがプロ45戦目、39勝して5敗です。28の KO 勝ちがあります。あー、切りましたね。あー、そうですね、これで両者切ったということになります。ここは相打ち、ずいぶん攻め歩んでます ね。立ち上がりは両者様子見というような感があったんですが、序盤からこの中盤にかけてだんだん激しくなってきています。まあ、本当にサウスポート右側の選手ですけど、真正面からの打ち合いになってきましたね。そうですね、これからさらに激しくなっていきそうな、そんな様相になってまいりました。ダニー・ロメロはご存知のように IBF のフライ級のタイトルを取ったところがことがあります。一度防衛しています。それからスーパーフライのタイトルを取ったこともあります。2階級制覇の選手でありますダニー・ロメロですから、原さん、キャリアとしてはダニー・ロメロはね、まあ、そうそうたるいいキャリアを持ってるわけですよ ね。もうデビューしてから足掛け10年やってますから、もうそろそろベテランの部類に、入ってきてますね。そうですね、クロントランクスがダニー・ロメロ、2階級制覇の選手であります。ここでゴングが鳴りました。さあ、このラウンドのポイントから伺ってまいりましょう。まず浜田さん、お願いします。ロメロ10対9です。はい、クロントランクスのロメロ、はい、そして原さんは。はい、私も10対9でロメロです。ちょっと血は多かったんですけども、傷はそんなでもないんでしょうか。嫌なところですね。気になるところですね。聞いてますね。そうですね、ちょっとダニー・ロメロとしては嫌なところをカットしてしまいました。生中継でご覧いただいています。この後に IBF の世界ライトフライ級のタイトルマッチ、おなじみリカルド・ロペス対ゾラニ・ペテロ戦、それからその後にですね、注目の大一番 WBA、WBC、IBF と3つの団体のベルトがかかっています。ミドル級の王座統一戦をご覧いただきたいと思います。トリンダード対ホプキンス、大一番です。チケットはかなり原さん、ああいった事件の後ですけども、キャンセルが少なくて、そのままのお客さんが駆けつけているようですね。そうですね、やはりそれだけ注目度が高いんですよね。情報によりますと、おそらく、まあ、2万近くまでは行くだろうという観衆であります。まあ、この器自体がかなり MSG マジソンスキャーガーデンは大きいですからね。大きいですね。それにもかかわらずいっぱいにできるという重量級のゴールデンカードです。打ち下ろしてまいります。ロメス、ロメロ、ロメロはアメリカニューメキシコ州アルバカーキーの出身です。ち
このニューメキシコ のアルバカーキーだと幼馴染でジョニー・タピア、はいはい、がいるんですね、はい、で2人とも同じ年回りで同じように上がってきたまあ、タピアの方が年上なんですけども、同じように人気を集めてたんですよね。そうですね。でこの2人がタピアと、ロメロが対戦したことがありまして、はい、もう97年ですか、その時はタピアが、判定で勝ってますね、はい、でそれ以降ロメロはちょっと足踏み状態が続いてきたんですね、その後ブヤニブングにも敗れましたもんね、はい、という黒のトランクスのロメロです。まあ、浜さん、はい、ジョニー・タピアとの統一戦はすごい熱気がありましたよね。両者とも負けん気強いんでですね、まあ、いい試合になりましたね、それがもうそうですが、もう4年前になります。97年の7月です。ジョニー・タピア、そしてダニー・ロメロ、まあ、好ライバルが、アメリカの南部にいたわけですけれども、現在はダニー・ロメロちょっと精彩を欠いています。しかしこの試合なかなかいい打ち合いを見せています。あの頃見たダニー・ロメロの印象と浜さんどうですか、はい、今回のこのクロントランクスロメロ印象変わります。ロメロは正面からの打ち合い好きなんですよね、はい、今日もそれをやってるんですけどね、相手に粘られてしまってるんですね。ああ随分血が流れてるんで、これは目に入るでしょう。かなりこの角度から言いますと左側からのパンチが見づらいということになりますよね、まあ、そういうことですね。それで結構ですね、1ラウンド目から、相手、ウルポンの、あ、失礼、ソウルピンの、はい、右ジャブを避けづらそうにやってたところありますからね。ドクターチェック入りますね。ダニー・ロメロの左の目のあたりドクターがチェックします。ちょっと量が多いんでゴーと大丈夫だという指示を仰ぎました。今日のニューヨークは曇り時々雨の空模様です。外気温が先ほどの1時間から2時間ほど前の温度なんですが13度から14度。この放送は世界43カ国に放送されています。現地に乗り込んでまいりました国はこの事件の後だけにちょっと少なく9カ国ということです。その中には我々日本のワーワーの現地スタッフも含まれています。左を出しています。このロメロはフライ級からスーパーフライ、そしてバンタムで、今日がスーパーバンタムのウェイトですよね。そうですね、そうウェイト上げてきたのもありますし、この試合の前にトップランク社からドンキングプロダクションの方にマネージメントを変えてるんですね。ですから新規一点のリングということになりますよね。なるほど、はい、大一番の前アンダーカードとして組まれました。ですからここで一つロメロとしましてはいい姿を見せてアピールしておきたいところです。なんといってもこのアメリカでは浜田さん、はい、いい試合をすることが何よりの宣伝になりますからね。そうなんですね。だからこの本当に一試合で評価というのは変わってきますからね、はいはい、ただ結構苦しい、ロメロとすると、そういった焦りも出ているんでしょうね。しかも打ち崩すのはなかなか難しいラタナ試合を迎えています。第6ラウンド終了しました。このラウンドは原田さんからお願いします、はい、ロメロ、まあ、手を焼いてるんですけども10対9で、ロメロのポイントです。浜さん、私もロメロ10対9です。そうですか、はい、ミドル級の統一戦はこの後の後ご案内します。 WBA、WBC、IBF と3つの主要3団体のベルトがかかっています。王座統一戦はトリニダード対ホプキンス、アンダーカードそのセミファイナルではロペス対ペトロと、これを見逃すことができないタイトルマッチをご紹介したいと思います。ロペスが試合するのも浜さん久しぶりですもんね。そうですね、約1年になりますかね、ちょっと前、2年か 3年前になりますかね、このスタジオにもね、リカルド・ロペス来てくれましたけどもね、正月過ぎあたりでしたかね。そうでした、そのロペスが久しぶりの試合ということになります。現在ご覧いただいているのがバンタム級のノンタイトル10回戦です。ダニー・ロメロ、そしてラタナチャイ、ソー・オラピン、先ほどから言っていますようにこの白のトランクス、ラタナチャイはラタナポンを兄に持ちます。強打のサウスポーです。原さん、ちょっと顔はやっぱり似てますよね。左を出しました、ラタナチャイ。あんまり似てませんですね。あんまりちょっと似てないかなという感じもするんですけどね。ちょっとだけ似てるような気がするんですが、まあ、確かに兄弟ですからね、面影というか似てるところもありますよね。浜さん、ボクシングはどうです、はい、兄弟の違いというのは何かあります？右側を右フックを振っていました。そうですね、やっぱり、若干スタイルは違う感じはしますよね、はい、まあほとんどタイム選手は、の独特なスタイルですかね、左出しました、はい、ゆっくりとしたスタイルの選手が多いんですけどね、まあ、この選手はやっぱりロメルが打ち気に入ってるんでリズムを速くしたんですよね。あ、そういう適応力、応用力があるのかもしれません。
ステップを踏みましてダニー・ロメロ軽いフットワークを見せます。ちょっと心配なのは左の目尻カットしているということであります。もう1回ドクターチェックが入っています。非常に目に近い位置でしたね。そうですよね。まあ、素人ながらも非常に嫌なところだなという感じは伺います。おっと打ち合いになります。至近距離浜さんどちらのパンチが有効でした。今五分ですね。五分まさに打ち合いの様相。あのロメロの好きな位置なんですけどね。あ好きな打ち合いなんですけど押し切れないですね。年齢的にはまだ27歳というダニー・ロメロ、まあ、しかしピークは超えたという話も聞きますが、まだこれからプロダクションも変えて一つもう一花咲かそうというダニー・ロメロです。ロメロはあのウエイトを上げてきてですね、はい、ちょっと、まあ、今日のこの動きを見ると重いのかなという感じもしますね。あの以前でしたらもっとパンチの回転が、はい、あったように、思うところありますね。おや誰かセレブリティが入場してきたのかもしれません。立ち上がって拍手を送ってます。バンタム級ノンタイトル10回戦このやってる2人はもう、いい迷惑と言いましょうか、ちょっと気合いするかもしれません。これはビッグな多分セレブリティですね。でしょうね。VIP なのか、かなりの人気の俳優あるいは選手か、入場してきたようです。もし現地のスタッフから情報が入りましたらお伝えしましょう。その前にもしかしたらカメラが捉えるかもしれません。第7ラウンド残りまだ30秒近くあります。1回ラタナチャイが肩の力を抜くようなアジェスチャーを見せました。ラタナチャイの方は意外と年齢がいっていました。29歳。残り20秒切ります。遅いかかりました。至近距離からダニー・ロメロ。ダニー・ロメロはこれまでのキャリアのですね、通算でノックアウト率計算しますと 78%、 およそ8割方倒してるんですね。だから打ち合いは好きなんですよね。そうなんですよね。ただサウスポーはやっぱり得意としてないですね。やり方そうですか、はい、正面から打っていく選手なんで、やっぱりサウスポーの左ストレートをまともに食うところなんですね、はい、ニューヨークのですね、消防の方たちですね。なるほど。この後あのタイトルマッチ、メインのカードの時にですね、国歌が例によって、流れると思うんですが、その時にはナショナルガードの皆さん、今回の事件でいろいろ救済に当たりました方々が、リングに上がるという話も聞いています。これロペスですか。ああそうですね、うん、ああ精密機械と言われましたこのロペス、リカルド・ロペス。最近はこのショートヘアが多いですね。前回はそうでしたね。そうでした、そうでした。素晴らしいチャンピオンです。その後にトリニダード・ホプキンスをご覧いただきたいと思います。しっかりとヘアスタイル決めてきた今日のダニー・ロメロなんですが、汗それから水のため、くるくるとパーマがそのまま浮かび上がっています。ダニー・ロメロ、そしてラタナチャイ・ソーブラピン。第8ラウンドに入りました。あ、ポイント聞き損なえました。原さん、第7ラウンドポイントは。そうですね、お互いにまあペースがつかみきれてないんですけども、私は10対9でやはりロメロにつけます。私もロメロ10対9です、はい、お二方この番組が始まってご覧いただいたところからは揃ってダニー・ロメロにポイントを与えています。普通アンダーカードですとかなりお客さんの数というのは、このリングサイドでもまばら、空席があったりするんですが、今回は浜田さん入ってますね。入ってますね。まだメインまだちょっと時間があるんですけれども、よく入っています。前の試合からこれだけ入るというのも珍しいですよね。まあマンハッタンがこれから再生していこうという原さん、この気持ちの表れなんでしょうね。期待と言いましょうか ね、 うね、やはりそういう、まあ、ボクシングだけでないんですけども、スポーツにかけるものっていうのは大きいと思いますよね、そうですよね、このボクシングだけではありません、メジャーリーグでも事件の後どうなんだろう、お客さん来ないんじゃないかと心配されたそうなんですけども、どうしてどうしてかなりのお客さんがね、来ているというふうに伝わっています。そしてこのボクシングイベントはニューヨークはマジソンスケアガーデン、まさにど真ん中で行われています。マンハッタン、左を出していきます。バンタム級のノンタイトル10回戦、ちょっとラタナチャイの方、浜さん、はい、見ていただきたいんですけど、ラタナチャイの方はお左に表せました。どうでしょう、動きとしては。いや、いい動きしてますよね。ラタナチャイいいですか。ロメロがまっすぐ来ようとするときには
同じようにまっすぐ左ストレートで打ってますからね、はいはい、これが相当邪魔になってますね。ラタナシャイももう一遍、ね、頂点に上がっていこうというサウスポーであります。ソウルピンの場合のは何ですかね、あのロメロをどれだけ苦しませることができるかというような状態もあると思いますけど ね、 あなるほどね、もうそういったことでは大成功ですよね、これは原さん現在ですね、はい、ロメロの方は、まあ、バンタムのウェイトでランキング1位、はい、IBF が6位にありますよね、ということはラタナチャイの方はかなり低いんですよ。 WBC で25位、まあ、ギリギリのあたりですよね。そうですね、これ、まあ、ラタナチャイ勝ちますと割とランキングも上がるという、いい位置に上がってきますね。スーパーフライのランキングではあるんですけども、はい、それ相応のランキングが与えられるのではないでしょうか。上がりますよね、ただまあロメロの場合はですね、この試合をステップにしてさらにウエイトを上げるプランも持ってるようですね、はいはい、フェザーのウエイトでバレラともやってみたいとか、その辺の名前まで具体的に出してますよね。あやはりスーパースターのですね、近くにいますと原さんどうしても、はい、多少ウエイトを上下させてもそのスーパースターとやりたいという風になってきますよね。そうですね、逆にそういう気持ちがなかったら、向上心がなかったらば、まあ、上に行かないですよね。その通りですね、プロとは言えないかもしれません。第8ラウンド終了しました。この試合はノンタイトルの10回戦です。もう終盤に差し掛かっています。浜さんお願いします。ソウルピンの10対9です。はい、原さんはどうですか。私はロメロ10対9ですね。お二方が割れました。これがラタナチャイの方ですけれども、うちのもロメロほどではないんですが同じようなところをカットします。原さん確かラタナチャイの方が先にカットしましたよね。そうですね、3ラウンドだったですかね。そうですね、それでもう流れがロメロにほとんど傾いたかなと思ったんですがね、まだ放送に入る前だったんですけれども、先にカットしたのはラタナチャイ。今なんかもロメロは左のカウンターいいの食ってますよ。クロス気味に放ってまいりました。ラタナチャイの向こうからの左のストレート、なかなかこれ止血が大変のようです。これ背広姿はインスペクタードクターかもしれませんでしょうね。ドクターですよね。まずいんでしょうか。テンポ盛りにしています。さあ、あと2ラウンドです。第9ラウンドミドル級の大一番、久しぶりに王座が、一つに、3団体の王座が一つになろうかという、王座統一戦、トリニダード・ホプキンスはこの後の後です。ニューヨークからの映像をそのままご覧いただいています。左ノックちょっと中入っていくのがなかなか難しくなっています。ダニー・ロメロ入ってくると今の左ストレートですね、先ほどね、ありますもんね。これがまっすぐまっすぐ飛んでくるんでなかなか入りにくいというところなんですね。右のショートからそれと今ボディブローを左まっすぐ打ちましたけど、はい、これうまい具合に上下打ち分けするんですね。ロメロはやっぱりサウスポーはそんなに得意としてないですね。あそうですか、うん、このステップにしようという試合でちょっと嫌な相手になっちゃいましたね。そういうことをとしますとダニー・ロメロ、ロメロにもっとサイドからの揺さぶりというかそういう攻めがあればもっと違った楽な展開も考えられるんですけどもね。比較的ロメロというのは、ね、正面からま、ねっすぐ入るタイプですからね。またタイの選手が一般的にですねそういう動きに強いですよね。浜さん、ちょうど上半身が柔らかいんでですね、はい、まあ、フリッピンの選手もそうなんですけど逆らわずにその方向に向きますからね、柔らかさそしてこの筋肉のしっかりとした、強さも合わせ持っています。あちょっと足を取られました。あと日本選手そして韓国選手なんかは若干というか、まあ、随分体硬いところがあるんで、思い切りどうするか急に横に向かれると対応できない場合が結構あるんですけどね、はい、タイの選手は、まあ、このラタナチャイはラオス出身なんですけども、タイの選手は一般的にこう非常に筋骨隆々の体をしていますけど柔らかいんですよね。柔らかいですね。それで相手のパンチを吸収するところがあるんですね。鋼のようなボディを持っていますラタナチャイ。年齢はしかしもう29歳になってきています。これからこの先上がっていこうとするならばより厳しい試合が要求されるはずであります。ラタナチャイ今この左側が相当邪魔になってるんですね。入ろうとする矢先を打たれるんで、はい、タイミングずらされるんですね。ちょっとダニー・ロメロの今の表情からダメだなという感じが伺えます。
タイミングを図ります。クロントランクスダニー・ロメロ。ロメロはでもちょっとやりにくそうですね。そうですね、浜さん今いいカウンターいいですよ。相手が出てくるところになりました。これで同じようにボディ顔面に打ち上げ、ああ左ストレート、これがラタナチャイの、こっちの左のがね目立ちます。後半タイミング合ってるんですね、しかしあ得意の打ち合いに持っていくか。ゴングです。ゴング間際のラッシュポイントを取りに来ましたダニー・ロメロですが、どうでしょう原さんがポイント与えますか。そうですね、最後まあラタナチャイですか、はい、いいの入ったんですけども、ね、やはり全般通してみるとロメロですね。10対9です。はい、私はソウルピン10対9です。あの一発取りますか。いやあの一発の前にもありますからね、はい、あ到着の映像が届きました。向こうの時間で9時50分、バーナード・ホプキンスです。原さん、今回はこのバーナード・ホプキンス、あのまあ、忌まわしい事件の後にもかかわらず、はい、結構過激なこと言ってますからね。アメリカ国民の反感買ってますね。まあ、向こうでは不謹慎じゃないかというような若干批判も受けてるようですけどもね、でまあ、事件前からも今回の試合は戦争なんだと、まあ、よく言われてるんですが、これはしょうがないと思うんですが、事件後にもそれをね強調している部分がありまして、はい、ちょっとマスコミにも叩かれております。ホプキンス、今回は両チャンピオンの対戦ということになりますので、いろいろ取り決めが難しかったようです。グローブの選択、あるいはどっちが先に入るんだ、どっちが先にコールを受けるんだ、こういったこともあるようですが、後ほどそういった話はご紹介したいと思います。左狙ってますラタナチャイ、この左のストレートがかなりの確率でいいカウンターになっています。これがラストラウンドになりました。今お互いにリードブローが重なり合っています。ダニー・ロメロ、そしてラタナチャイ、ソウルアピン、クロントランクスがかつて非常に人気がありましたダニー・ロメロ、現在のところはちょっと小康状態といいますか沈滞気味です。そしてラタナチャイももう一回世界挑戦の道を探っているところであります。これを切ってますね。何かこうラタナチャイが笑ってるように見えますよね、そのパンチをね。笑ってるでしょ、笑ってるんですかね、やっぱり。相手を挑発するようなマウスピースを覗かせまして笑いを浮かべます。こんなにしてやったりというつもりでしょ。これは当たり左ってます、ね、ボディから顔面、これは強烈、今のは強烈な一撃でした。ラタナチャイ随分サウスポーは苦手としてますね、のようですね。対応できなくなってきています。また今なんかですね、まあ、今なんか頭に、食ってはいるわけですけど、タイミングは合ってますね、はいはい、最後のラウンドですからダニー・ロメロも今までのラウンド以上に前に出ていこうというのが裏目に出ているのかもしれません。かなりちょっと強めに出てきてますよね、ダニー・ロメロ、まあ、やっぱりはっきりしたポイントを取ろうということだと思いますけど ね、まあ、全世界が注目します今回のニューヨークはマンハッタンど真ん中 MSG での一戦であるだけに、アンダーカードといえどノンタイトルといえどこのダニー・ロメロかなり気合は入っているはずです。スリップです、まあ、そういったことが原さん各試合に少なからず影響してますよね、はい、そうですね、いい意味の緊張感ありますね、モチベーションの高さというのもいい方に出ればいいんですけども、悪い方に出るとちょっと空回りするケースがありますよね。おそらくこの会場内の雰囲気もいつもとは違った雰囲気、そういった空気が充満していることと思います。マディソンスクエアガーデン、スポーツあるいはボクシングの殿堂と言われていますニューヨークマンハッタン。左か右いずれも当たりません。ダニー・ロメロ打ち下ろしだったんですが空を切っています。明らかに意識して浜さん、やっぱりラタナチャイは笑みを浮かべてますね。あだからロメロ有利というふうに、状況分かってますからね、ざまみるというところもあるでしょう。しかしこの左は一発逆転を狙っていることは間違いないようです。ロメロとすると余計にかかってくるんですね。この試合の後半からご覧いただいています。私たちもオンエアを待ちながらちょっとこう、何気なくと言いましょうか、見ていましたので序盤の展開というのははっきりとお伝えすることはできません。ここで試合終了です。最後のラウンド原さんいかがだったですか。10対9で、ラタナチャイですね。あラタナチャイ、はい、私もそう裏ペンですね、はい、上からの映像をご覧いただきましたけれどもよく入っています。マディソンスキャーガーデン、さあ後半からご覧いただきましたので、序盤のポイントを加味しなければいけません。ですからはっきりとどちらが優勢とお伝えすることはできませんが、まあ、流れとしてはロメロが割とこういい感じではありましたよね。
そうですね、前半はそうですね、終盤はちょっと苦労しましたね、こういった一発の力はラタナチャイが持っていたようです。どういうポイントが出てまいりますでしょうか。ニューヨークからの映像をライブでご覧いただいています。ノンタイトル戦、この後リカルド・ロペスの2度目の防衛戦、そしてトリニダード・ホプキンスの王者の対決、3つの団体が、ラタナチャイの表情を見るとやりたいことができたという満足感でしょうかね。そうですね、ロメロは一方不満そうです。王座統一戦はこの後の後ご紹介したいと思います。今ポイントの集計でしょう。まあそれにしましても今回のこのマディソンスクエアガーデンの試合、いつ再開されるのかと非常にやきもきされた方もいらっしゃったかと思います。2週間遅れで開催の運びとなりました。当初の予定では9月15日に開催の予定でした。しかしアメリカの同時多発テロの影響で今日に延期となっていました。ずいぶん時間かかってますね。そうですね、ちょっとトラブってるのかもしれません。Judge at ringside, Sid Rubenstein scores the bout 95-95, even a draw. Overruled by judges, Julie Letterman scores the bout 96-94. Ron McNair scores the bout 97-94. In favor of the winner, Ratanachai! Ratanachai が勝ちました。僅差です。2対0、95対95が1人、96対94、97対94。2対0でポイント差は2ポイント3ポイントだったようです。パンチの効果を浜さんどうやら取ったようですね。まあやっぱり、まあ5回以降しか見てないんですけど ね、最後7、8、8、9、10というのは随分決定したパンチ打ったという表情じゃないですかね。はい、